はい、こんにちは、皆さん。本日のウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。このウェビナーは、トラデックスと TI ジャパンの2社で、セキュアブートを使用して、組み込み Linux デバイスを保護する方法に関するご案内いたします。皆様の貴重なお時間いただき、感謝申し上げます。まず、いくつかの IT 関係のポイントをお伝えします。トラブルがある場合は、いつでもチャットをご利用ください。音声の問題などを発生した場合、サポートスタッフが対応いたします。終了後には、Q&A の時間になりますが、いつでもチャットウィンドウに質問を投稿していただいても構いません。それ以外の場合は、最後に対応いたします。このウェビナの約1週間後には、録画を公開し、このウェビナの登録されたの皆様にスライドも共有いたします。もし、このウェビナのリコーディングでご覧になっている方は、お問い合わせ窓口へご連絡いただければ、スライドをご提供いたします。はい。私はトレジャパンの代表取締役社長、アルバロ・ガルシアです。もう10年間以上の組み込み製品の経験があり、トラデックスでは7年間の経験があります。電気、工学とソフトウェアを専門してます。現在は、マネジメントですが、エンジニアとしての心は変わらず、特に組み込み Linux 製品の開発に情熱を持ってます。日本語はですね、少し拙いかもしれませんが、皆様に有益な情報をお伝えできるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は TI Japan の石さんが AM6X プラットフォームについてお話しいただきます。また、トラデックスの福井もサポートします。はい、それでは、カムをオフにしますね。はい、まず本日のアジェンダですね。最初に簡単にトラデックスをご紹介いたします。次にセキュアブートについて話していきます。セキュアブートとは何か、なぜ重要なのか説明し、どのような攻撃、シナリオから保護できるか、そして保護できないかケースについても話していきます。セキュアブートはすべての時間の問題を解決するものではないことを確認して、全体的なセキュリティ対策の一部であることを理解していただけるように説明します。次に M6X プラットフォームについて詳しく説明し、トラデックスの、ポートフォーリオにどのような採用されているか、またトライゾンをご利用する、すべてのユーザーがどのようにセキュアブートを採用できるかについて話します。最後に M62 および M69 向けのセキュアブートの実装についても詳しく説明します。このウェビナーが皆様の次の組み込み製品開発に役に立つことができれば嬉しいです。はい。トラデスはスイスに本社に置き、20年間以上にわたり組み込みシステムに取り組んできました。現在3000社以上のお客様にご利用いただいており、約150人のチームで世界中に事業所を持ってます。日本に関しては、2013年からビジネスを展開しており、日本法人もあり、そして3つの代理店、アドテック、岡本無線、日本サーキットと、協力しています。弊社のミッションはですね、お客様の皆様に、組み込み、コンピューティングを簡単に利用できるようにすることです。弊社のハードウェアとソフトウェアを製品に組み込むのを容易にするために、ARM システムモジュール開発、販売してます。弊社の強みは、たくさんのドキュメンテーション、高品質、10年間以上の、供給、そしてハードウェアとソフトウェアの強いメンテナンスポリシーを提供しています。また、同じ SM ファミリーでの強力な互換性と製品ラインナップの提供にも注力してます。弊社は4つの SM ファミリーを提供しています。10年間以上前に発売されたコリビリとアパリジャ、最新のテクノロジーにアクセスできるバーディンとアクエラもあります。バーディはローエンドからミドエンドまで、アクエラハイエンドから、ハイエンドをカバーします。弊社は世界中にエンジニアがいてサポート体制を備えており、お客様のご質問にできるだけ早く回答できるように、より良いカスタムサポートを提供しています。弊社は主にハードウェアを販売してますが、弊社のエンジニアの9割はソフトウェアエンジニアです。
それにより、ソシーベンダーよりも、まあ、TI 様のような、さらにコンプリートなソフトウェアを提供することができるかなと考えています。この強みを生かして、OTA やデバイスモニトリング、アプリケーション用の動画コンテナを提供するドライゾンという独自のヨクトディストリビューションを開発できました。次は、はい。こちらが、先ほど紹介したのは、4つのファミリーを含む弊社の現在のハードウェア製品ポートフォリオでございます。ですが、引き続き改善することを検討しますので、ぜひご提案などがございましたら、お問い合わせしてください。本日は、TI の M6X プラットフォームに基づいた M62 と Acura M69 にフォーカスいたします。弊社のアプリケーションはですね、10年間以上の長期使用を計画されていて、強力で安全かつ安定したプラットフォームが求められるマーケット対象としています。具体的にはヘルスケア、ロボティクス、エネルギー、スマートシティなどです。弊社の製品は24時間360秒、稼働、最小限の変更で運用されることを想定しています。SOM は市場投入、まあ、タイムトマーケットですね、までの時間を短くする上で特に重要です。トラデックスはもともと SOM のビジネスに注力してましたが、最近トライゾン OS やトライゾンクラウドの開発、また EMS をグループに加えることで、量産製品のオリジナルボードの開発までも提供できるようになりました。商社の、用法をご希望の方は、ぜひ、弊社にお気軽にお問い合わせしてください。トライゾンについてですが、トライゾン OS は弊社のヨクトベースで IoT とセキュリティを重視したディストリビューションです。トライゾンは製品の開発でもメンテナンスでも役に立ちます。トライゾン OS はトライゾンクラウドに直接で接続でき、お客様のオフィスからデバイスの制限なく、簡単に監視およびソフトウェア更新することができます。トライゾン OS は完全にオープンソース無料で提供されており、 TI のビグルボンやラズベリーパイなどのサードパーティーハードウェアでもサポートされています。トライゾンクラウドは Suica の有料サービスで、製品の開発から量産製品のアップデートメンテナンスまで、全ての製品ラインサイクル、ライフサイクル、すみません、ライフサイクルでワンストップソリューションを提供します。はい。ここまで紹介になりました。ありがとうございます。じゃあ、本日のトピックに入る前、セキュアブートについて、本日のトピックに入る前、セキュアブートについて、皆さんに、ちょっとアンケートをさせていただきたいと思いますね。皆さんは製品でセキュアブートを使用したことがあります？まあ、選択肢はですね、セキュアブートを X86 で使用したことがあること。もう一つは、まあ、二番目、セキュアブートを ARM で使用したことがあること。セキュアブートを使用したことがないですが、知ってます。最後にセキュアブートを聞いたことがありません。はい。すごいですね。皆様は、セキュアブート、まあ、やっぱりさすがに、知ってますが、使ったことがないです。いやいや、それで、皆様に、このウェビナーで何か役に立つだろうかと考えていますので、ぜひ、ご参考まで、ください。はい。次はですね。はい。OK。じゃあ、セキュアブート、そもそもは何ですか？セキュアブートの目的を詳しく見ると、2つのポイントがあります。デバイスを起動するときに、ブートイメージの親和性、アウセンティシティと、整合性、すみません、整合性、インテグリティを確認できるプロセスです。親和性とは、イメージが信頼できるソースから聞いていることを保証するものです。つまり、自分のユーザーが作成したイメージであることの保証です。デバイスが信頼できるコードを実行しているかどうかを確認するためのものです。整合性は、イメージが改ざんされていないことを保証するものです。この2つの機能により、セキュアボートは
実行されるコードが期待通りのもののであることを確認できるのです。はい。まあ、そうですね。まあ、セキュアブート以外にも、様々な呼び方がありますが、例えば、ですね。例えば、ベリファイドブートという名前もありますし、Android で使われていますし、デスクトップパソコンでは UEFI、セキュアブートというものもあります。他にもいくつかの呼び方もがありますが、基本的にはどれも同じ目的を持っています。ユーザーが信頼できるイメージのみ、起動できるようにデバイスをロックする機能です。セキュリティの関係で暗号化や TPM などもありますが、セキュアブートとは直接関係がありません。セキュアブートは製品をセキュアにも、にもの一つです。他のセキュリティ機能を合わせて利用しても良いですが、セキュアブート自体にはディスクの暗号化は必要がありません。セキュアブートはイメージの機密系を提供するもので、提供するものではなく、イメージが信頼できることを確認するものです。SOC からのセキュア環境をご利用するものなので、TPM も必要がありません。TIM6X プラットフォームでは HSM、ハードウェアセキュリティモジュール、プロセッサーというサブシステムが使われており、まあ、NXP だと IMX では AHAB またはハーブという、同じのようなサブシステムが、SOC に内蔵されています。そのために TPM を使用せずに SOC に内蔵された機能を活用してセキュアブートを実行することが可能です。すいません。はい。これですね。はい。失礼しました。はい。2番目と最後のポールですね。失礼します。今まで What を載せたんですけど、Why の質問も大事と思いますので、どこまでみんなのニーズを知りたいと思います。はい。また、2番目のポールですね。アンケート。現在、もしくは今後の提案、案件で、セキュアブートを使用する予定あります？まあ、現在の開発案件では、使用する可能性があります。今後の開発案件で、使用する可能性があります。使用するはわかりませんが、検討してます。最後にわかりません。です。はい。はい。回答はこの通りでした。まあ、割と、みんなはもう現在の案件、現在の開発でも、もう、使用する可能性ゼロではないですね。はい。また、まあ、このウェビナーが役に立つといいねですね。はい。ありがとうございます。ですね。じゃ次に進みます。はい。じゃあ、Y ですね。Y なんで、セキュアブートが、必要なのか、もう少し話したいと思います。まあ、そうですね。セキュアブートで最新のセキュリティの規制を守るためですね。EU のサイバーレジ、レジエンス、なんだっけ、サイバーレジエンス法やアメリカの FDA の提案、セキュアブートのようなセキュリティ機能を求める、規制が増えてきます。また、どんどんサイバーテロを守るようにしたいので、最も有名なエクサンプルとして、まあ、2016年に出た未来のケースがありました。これはすごく面白い、興味深いのケースだったので説明させてください。まあ、ルーターはですね、ルーターやウェブカメラなどのデバイスに完成されて、マルウェアですね。完成されて、DDoS 攻撃を行ったボットネットになりました。まあ、最悪の場合、デバイスを完成し、勝手にマルウェアのファームウェアを起動してしまうこともあります。こういった、まあ、このようなリスクを避けたいと思います。セキュアブートの目的は、デバイスで起動するイメージが信頼できて、改ざんされてないことを保証することで、最終的な目標は、エンドカスタマーの安全とセキュリティを保証することです。はい。こちらがセキュアブートの全体像ですね。チェインオフトラスト、信頼の連鎖。まあ、日本語でいろいろな名前が出てくると思いますが、
信頼の連射と呼ばれる理由は、まあ、最初から SOC のロムを信頼し、次にブートローダー、そして最終的に Linux カーネルとルートファイルシステムまで信頼するからです。理想的には、この連射のすべてのステップを信頼することです。最初から SOC のロムコードから始まります。これは SOC 自体に組み込まれたコードです。ユーザーはアクセスできない、公開されてないコードです。このコードは基本的なハードウェア、ラムなどを起動し、次に U-Boot を起動します。今日のウェビナーで特に TI 様の SOC のセキュアブートにフォーカスしますが、トラデックスはブートローダーから Docker コンテナまでのこの、信頼の連鎖、が守る予定があるので、採用のご希望、それとも追加の説明が欲しければ、ぜひ。ご連絡ください。なお、セキュアブートをデバイスに有効にしたら、いろいろな注意点があります。まずは元に戻せません。最初は、総社は後で説明しますが、SOC 内のフューズをプログラムし、ユーザーの公開鍵、焼き込みします。この公開鍵1は、SOC にフューズという焼き込まれるものなので、セキュリティ上の、理由や特定の、攻撃シナリオを避けるために、このアクションは元に戻すことができません。そして、この鍵のアクセスを大切に管理しなければなりません。鍵の管理において、オフラインしかアクセスできない安全な場所に保存して、ふさわしい、バックアップもしたりしたら、することが必要、有用ですね。また、デバイスでセキュアブートを有効にしたら、トラテックスイージンストラのようなサインされてない、リコビリー、証明、証明されてないのリコビリーツールをご利用できなくなります。万が一ソフトウェアの問題が発生したら、SOC はサインされてないイメージの、実行を否定します。そちらにご注意ください。完全なセキュアブートシステムでは、まず SOC のロムから始まります。次に、ブートローダのサインを確認して、鍵がサインと一致したら、ブートローダが正常に起動します。続いて、カーネルのサイン、さらに、ルートファイルシステムのサインも確認されます。こうして、システムは完全に起動します。さて、ハッカーさんはハッカーに攻撃されてデバイスにアクセスされてしまった場合、悪意のある証明済みのブートローダーをインストールしようとします。ハッカーはデバイスのブートローダーを置き換えても、SOC に焼き込まれた公開鍵が違うので、そのサインの確認は失敗してブートが停止します。その場合はデバイスは回収して廃棄した方が良いですね。なぜならデバイスの状態がどうなっているか全く分かりませんからです。じゃあ、ここまでセキュアブートが必要なセキュリティツールであることを分かりましたが、それだけで十分ではありません。セキュリティはデバイスを作るときの考え方が大切です。セキュアブートはそのためのツールの一つに過ぎません。セキュリティ体制の一部として鍵などの管理が必要です。この大切な情報を安全に保管したり、バックアップしたり、万が一、リック漏れた場合には、更新できる仕組みが必要です。また、安全で最新のコーディング方法を使うことも大切です。コードを書くすべての開発者がセキュリティの専門家である必要が全くありません。必要が全くありませんが、セキュリティを意識して、バッファ、オーバーフローなどのような一般的なミスを避けることが重要だと思います。定期的なパッチとアップデートも非常に重要です。
セキュリティブートはインストールされたものが改ざんされてないことを確認できますが、Linux カーネルやアプリケーションに脆弱性が発見された場合、対策するアップデートを適用する必要があります。最小限の権限での運用も有用ですね。特にコンテナ環境では、デバイスには必要な範囲のみ権限を与えるべきです。最後に、信頼性の高い暗号化技術とセキュリティアルゴリズムを使用することが大切です。ブルーズスナイ、スナイヤさん、スナイヤさんは、誰でも自分では壊れない暗号を作れるけど、それは安全とは限らないと言われました。つまり、常に実績があるアルゴリズムを使うべきです。はい。いや、そもそもセキュアブートが防止される攻撃は何でしょうか？セキュアブートの目的は、あらゆるソフトウェアのロードを守ることです。ブートローダーやデバイスの起動方法を制御するブートスクリプトなども、ブートローダーの環境は全体的保護する必要があります。まあ、さすがに、ブートスクリプトを守らない場合、ハッカーは外部デバイスから起動できて、サインされてないコードを外部デバイスから実行する可能性もあります。はい。なので、ブートスクリプトを守るする必要もあります。また、カーネルやデバイスツリーなどを、なるべくすべてのものを保護することが有用です。逆に、セキュアブートが対応できない、守れないの、ものは何でしょうか？まあ、主にブートプロセスが完了してからソフトウェアが検証された後の攻撃ですね。つまり、ランタイム攻撃に対して基本的に効果がありません。システムが起動してブートが検証された後の、安定した状態で、Linux カーネルの脆弱性が悪用されたプログラムが RAM にロードされるような場合です。セキュアブートの一つのメリットは、このような攻撃が再起動後もキープするのは難しくなります。攻撃は RAM に残るかもしれませんが、再起動すれば消えます。それは守るためにはアップデートが非常に重要です。新たな脆弱性が発見されるとき、アップデートをしなければなりません。セキュアブートとアップデートを組み合わせることで、かなりの効果が高いです。これまでのセキュアブートの基本的な説明でした。ありがとうございます。次に、石井さんが AM6X プラットフォームについて紹介していただいて、その後、M62 と M69 における Trizon でのセキュアブートの実装方法について、詳しく説明します。はい、石井さん、お願いします。はい、日本テキサスインストゥルメンツの、マネージャーをしております石井と申します。本日はですね、マトラデックスさんの、ウェブセミナー参加させていただいて、AM6 テキシリーズについてご説明させていただければと思います。弊社の AM6 テキシリーズ、弊社のプロセッサーと言っているものですが、今現代に必要な機能を備えた、まあ、低消費電力、そして、まあ、価格を最適化した、ポートフォリオになっております。強みを3点挙げさせていただきましたが、左から、業界をリードする低消費電力というところで、まあ、16ナノのプロセスの、SOC ですが、特にコア電圧のところがすごくシンプルに設計をされております。ですので、電源回路を設計する際に、まあ、PMIC であったりとか、あとは、まあ、その他回路を設計する際の、ところが非常に効率化されておりますので、価格面であったりとか、設計、コストの面というところが、低減できるかと思っております。また、コア電圧を下げたことによって、30%の必要な電力を削減することにもつながっております。で、真ん中の価格や供給性の面についてです。デバイス単体での価格ですが、一番安いモデルであれば、1つは5ドルかというところでございます。で、また、長期供給制というところにおいては、まあ、16ナノのデバイスということで、まあ、複数拠点での製造に努めております。
最後、TI の自社工場について、45ナノの自社工場を弊社で持っております。で、自社で、製造まで行う強みも持っておりまして、例えば AM335 という製品、まあ、弊社では非常にヒーローデバイスとしてお引き合いいただいておりますが、かれこれ15年ほど、販売しておりますし、まあ、その上ですね、まあ、それを自社に持ってきて製造を続けるという取り組みをしております。で、一番右ですが、まあ、信頼性につきましても、他社さんではあまり見ない、試験をしております。特にですね、一番、信頼性のところの、まあ、下にございますが、オンタイムを、まあ、10万時間で、最高の温度での、まあ、105度の温度での、まあ、10万時間の信頼性を持っている製品というところで、まあございます。で、これから弊社の AM シリーズのポートフォリオについても少しご説明させていただければと思います。今、画面に映っておりますのが、まあ、弊社プロセッサーの、ポートフォリオになります。で、色が様々ございますが、失礼しました。黄色のものですね。というところは、もうすでにですね、量産済みの製品になっておりまして、灰色のものが、もう量産間近で、今、サンプルをお出ししているものになります。で、緑のものが、今、開発途中のものでございます。で、弊社の AM6PK シリーズ、大きく分けるとですね、左側から、ジェネラルパーパスの汎用のもの、真ん中の DSP 内蔵のもの、右側のですね、産業用通信対応のものというふうなに分けられております。トラネック様でモジュール化していただいているものというのが、左のですね、AM62× とあります、この AM62 の製品、そして、その上にあります、ハイグレードの汎用にあります、AM69 の、この2つのポートフォリオをモジュール化いただいております。で、この2つの製品については、後ほどもう少し詳細なスペックだったりとかご紹介できればと思いますが、その他の製品といいますと、一番左の汎用のものからご説明しますと、先ほど申し上げた AM335 が一番ローエンドにございまして、AM62 を軸に、それをもう少しライトにしたものを AM62L というポートフォリオを持っていたり、さらに AM62 に特にですね、GPU を、ハイパフォーマンスの GPU を追加したものを AM62P として、ハイグレードのものとして置いてございます。AM62P、30から 50GFLOPS の GPU が載っているものですので、AM62 に比べ、非常に GPU の性能が上がっております。で、またですね、真ん中のところですが、末尾に A や D の文字がある、製品ですね、AM69A、AM62A、AM62D というようなものがございます。ここは、弊社の DSP が内蔵している製品になります。で、この DSP において、AI のアクセラレーターであったり、あとは、オーディオの処理であったりというところに活用いただけるポートフォリオになっています。で、一番右につきましては、産業用ネットワークということで、産業用イーサネットに対応するために、ICSS の機能が載ったポートフォリオとしてご用意しております。特に、サーボであったりとか、ファクトリーオートメーション関係のお客様から、お引き合いいただいている製品でございます。そうしましたら、今回、2製品ですね、AM62 のシリーズ、そして AM69 のシリーズについての、詳細な、を少しご説明させていただければと思います。AM62 につきましては、右のブロック図で言いますと、ARM の Cortex-A53 のコアが1つから4つまで選べます。これが載ったプロセッサーになります。で、また、少し見にくいですが、緑色のブロック図の中の緑色の部分で、独立したコアがもう1つですね、M4、M4 のコアがですね、もう1つ載っております。で、今回、
特に、ご紹介したいところとしては、真ん中ですね、セキュリティアクセラレーション、もしくはまたですね、ハードウェアセキュリティモジュールと、ございますが、ここでですね、このハードウェアセキュリティモジュールの、この独立した、M4 の、2つのコアのところでですね、特に今回のセキュアブートが、達成されております。この後、トラデック様からここの使い方については説明があるかと思いますが、ハードウェア的にもそういった機能が載っておりますし、それを助けるセキュリティアクセラレーションというのも載っております。また、ペリフェラルについても、下のところに様々ございますが、またご確認いただければと思っております。で、AM62P、ここはほとんど AM62 と変わらないですが、1点だけ、異なるとか、大きく異なるところとしては、先ほど申し上げました右上の GPU の、機能が大きく異なります。AM62 であれば 8GB フロップスですが、これだと30もしくは 50GB フロップスと、性能が大きく異なっております。で、最後に、AM69 のポートフォリオです。こちらはですね、アプリケーションのコアについては、コアテックスの A72 のコアが4つもしくは8、8つですね、載っている製品のポートフォリオになります。で、同じように緑色の箇所で独立したコアとして、コアテックスの R5F のコアが2つ載っております。で、また、特筆するところとしましては、真ん中上にですね、4×C7× とありますが、C7 ペケというですね、DSP が4つ載っておりますので、ここでですね、この AM69 という製品自体ですと、AI の、処理というところにおいても、最大で32トップスの、処理ができるというような、ポートフォリオになっております。で、繰り返しですが、こちらもですね、同じように、セキュリティのアクセラレーション、もしくはハードウェアセキュリティモジュールというのが、ブロックの真ん中あたりにございます。こちらも同様にですね、セキュアブートの機能、ハードウェア的にも、備えられているものになります。はい、以上で、弊社からのポートフォリオであったりとか、トラデックさんでモジュールにしていただいている AM62、また AM69 の、コア、SOC の、性能であったり、スペック中身についてご説明させていただきました。ありがとうございます、TG さん。はい。それでは、さらに詳しく、セキュアブート、TI 様の M62 の、セキュアブート、詳しく説明していきたいと思います。M6X プラットフォームには、ハードウェアセキュリティモジュールと呼ばれるセキュリティコアが含まれています。この HSM、起動の時に証明検証プロセスに参加するために必要な重要なコンポーネントです。A と M プロセッサコアは、リソース管理に使用されるの内部、あるコアとともに、セキュアサービスのリクエストが発生するときに、この HMI に接続されます。HMI は、これらのリクエストをセキュリティファイアウォール内で処理します。こちらに SOC のブートプロセスの、フローチャートでございます。ブートロームは SOC 内のセキュリティサブシステムである TIFS、TI Foundational Security を最初にすぐに起動します。これは基本的に HSM を管理します。その後、SOC 内の様々なコアやサブシステムが起動し、TIFS サブシステムで認証を行います。左側はフローチャートですね。右側はそのいくつかのコンポーネントを認証を行って、パスだろうか、パスではないだろうかを、認証を行います。セキュリティに関しては、TI の M6、
X の2種類の SoC を提供しています。GP、General Purpose と HS、High Security がございます。JP の SoC はセキュアブートを使用することができません。HS は使用することは可能です。HS には HSFS と HSSE の2つの状態があります。HSFS、簡単に言うと HSFS は社員されていないファームウェアを実行できるオープン状態であり、HSSE はクロス状態です。セキュアブートを有効するためのラストステップは、SoC をフュージョンしてデバイスを HSFS から HSSE に移動させることです。これにより鍵を使用してデバイスがクロスされます。ここから TI の M62 が搭載されている、モジュルの紹介をさせていただきます。M62 はバーディンファミリーの製品になります。バーディンファミリーは現在量産の製品の中で最も新しいファミリーで、ロードエンドからハイエンド品まで幅広いラインナップがございます。バーディン M62 はバーディンファミリーの中で、ローエンドで低コストの製品になります。SoC には TI-M62X のプロセッサーを採用して、最大の4つのコア、Cortex A53 コアと1つの Cortex M4 コアがあります。同じバーディファミリーのバーディ MX8M プラスとバーディ MX8M ミニ等はピン互換性があり、差し替えすることができます。また、トライゾンにも対応しており、OT によるデバイスのリモート更新やデバイスモニトリング、リモートアクセスも対応しております。低消費電力が求められるアプリケーションに多く採用されています。また、オプションとしてセキュアブートおよび暗号化アクセスのためのハードウェアベースのセキュリティがあります。こちらは弊社のバーディナ MX62 シリーズの製品ラインナップになります。バーディン M62 シリーズで HSM、先のハードウェアセキュリティモジュールが搭載されているのはテーブルの左の4つになります。最もローエンドのラム、容量の 512MB には HSM は搭載されていませんので、ご注意ください。バーディンファミリー向けの量産用ボードであるマローをご紹介です。マロは製品にそのまま投入することが想定した量産用ボードです。トラデックスの SM と同じように10年間の、供給保証をしています。価格はマロのみ、価格はなマロのみ、量産の価格は、1万5000円以下ぐらいの M62 と、マロの組み合わせで2万以下も実現可能です。バーディン M62 とマロの組み合わせでは、MIPI DSI によるディスプレイ接続、MIPI CSI カメラ、ギガビットイザーネットでの高速通信、USB2.0 ポート GPIO、I2C SPI、UART といった豊富な IO、オプション、さらに SDIO や MMC によるストレージ拡張が、利用できます。ただし、M2 スロット、HTML2 出力、カンバスは M62 でサポートされておらず、これらの、えーま、これの、えー、機能は他のバーディンモジュールで使用できます。これにより、センサーなどの消費電力のその他の外部のデバイスと容易な連携が可能となり、カスタマイズ性に富んだシステムを構築できます。次に、トラテックスの最もパフォーマンスが高い SOM、アクイラ M69 を紹介します。アクイラ M69 は Wi-Fi 6E に対応しており、Wi-Fi 7も検討中です。もし、ご興味があれば、ぜひお知らせください。このモジュールは、最大8個の ARM Cortex A72 コアを搭載した TI-M69 プロセッサーをベースにしています。これにより、ロボティクス、AI、リアルタイム制御、コンピュータービジョンといった高度な、
フリー、高度なアプリケーションに最適なパフォーマンスを提供しています。特に注目、すべきは、最先端のディープラーニングアクセレーターにより、最大32トップスの性能を発揮できる点です。これにより、コンプレックス AI 推論やマシンラーニング処理が高速で行えます。また、アクイラ M6Q が堅牢なボード間コネクタ B2B を採用しており、信頼性の高い接続が可能です。さらに、LTS 長期サポートを提供する Linux ソフトウェアスタックには、OTA アップデート、リモートアクセス、デバイスモニタリングが含まれています。効率的に管理が可能です。さすがに、アクイラ M6Q は次世代のエッジコンピューティングや AI アプリケーションに向けた理想な選択肢となります。現在、アクイラ M6Q のアーリーアクセスのプロセスも開始しましたので、ぜひご興味がございましたらお問い合わせしてください。トラデックスは、セキュリティの関係があるのすべての機能をまとめたヨクトレイヤー、メタトラデックスセキュリティを作成しました。このヨクトレイヤーには、セキュアブート暗号化、TPM サポートを含む、や OPTEE などを他の機能も含まれています。トラデックスのトライソン OS6 のイメージをビルドするとき、このヨクトレイヤーが含まれていますが、自分で受講する必要があります。後ほど、セキュアブートの実装の詳しい予報をしてますが、他のセキュリティ機能の興味がございましたら、ぜひこのレポジトリをご確認ください。さらに詳細に進みましょう。ここでは各ステップを順番に確認してます。最初のステップでは、ASOC のロムコードでブートローダーの証明を確認します。セキュアブートチェーンの中で、ハードウェアのステップはここだけです。それ以下、カーネルやルートファイルシステムの検証は、すべて標準的なコードで行われます。ASOC のサポートが必要ですが、後ほど、TI の AM6 に HSM とのやり取りや U-Boot がどのように認証を行うかを確認します。公開会議と秘密会議の、仕組みのについて簡単に説明します。例えば、RSA2048 のようなアルゴリズムでセキュアな鍵ペアを作成すると、秘密キー鍵と公開会議が生成されます。秘密鍵は、証明を作成するために使用されて、これにアクセスできるのは開発者だけです。公開鍵はデバイスに書き込まれて、証明、あの、証明、証明されたソフトウェアを検証するために使用されます。両方は関連しているため、相互に検証が可能です。もっと簡単に言うと、秘密鍵をドアの鍵穴を作る方です。公開鍵はその鍵を考えてください。もし秘密鍵は流出すると、誰でもデバイス用に証明されたファームウェアを作成できてしまいます。SOC のロームコードが起動すると、保存された公開鍵を使ってブートローダー自体の証明を検証します。ブートローダーの証明が確認されると、 U-Boot のブートローダーが起動します。ビルドの時、ブートローダーイメージは秘密鍵でサインされて、秘密鍵は開発マシンから一切離れることはありません。そして、その秘密鍵には対応する公開鍵がロムコードに書き込まれます。フュースします。じゃあ、TIM6X で、SOC でセキュアブートを実行にするためには、3つのステップが必要です。1つ目は、秘密鍵と公開鍵のペアを作成すること。2つ目は、ヨクトイメージを設定してビルドをすること。
3つ目は公開鍵を ASOC にフュース、焼き込みすること。TIM6X プラットフォームでは SOC 内部で3つの鍵が、まあ、主に3つの鍵が管理されています。まずは MEK。MEK は TI がサインしたコンポーネントを確認するための使用されます。そうですね。MEK、そう。MEK は TI から提供されており、すでに SOC の中にいており、変更することはできません。次は SMPK、セコンダリーマヌファクチャラー、キー。SMPK はユーザーが作成する必要があり、ブットローダーコンポーネントにサインするために使用されます。この鍵は SOC にフュースすることの、することになります。最後に BPBMPK、バックアップマヌファクチャラーキー。BPM キーは従事者のバックアップキーです。作成と使用は任意ですがおすすめです。万が一メインキーが失われたり侵害された場合、このバックアップキーは使えます、まあ切り替えることができますね。それでは具体的な手順を説明しますが、弊社のメタトラデスセキュリティのリードミに記載されているので、ご不明な点があれば、いつでもご確認いただければと思います。はい。まずは、最初のステップは鍵を作成することですね。このステップは本当にリードのレイヤーのリードミに記載されている通り、OpenSSL と RSA、4096を使用して SMPK と BPMK の鍵ペア、まあ、の鍵を作成します。まあ、もう一つ の鍵も必要ですが、それが UBIT のビルドを失敗しないように、鍵ですね、TI Degenerate Key です。最後に鍵と証明書へ書き込む権限を削除しますね。はい。次は、すみません。次は、ヨクトのビルドです。鍵を作成した後、ヨクトビルドでセキュアブートを有効にして設定を行います。SOC 依存のコンポーネントに加えて、トラデックスのこのヨクトレイヤーは他のコンポーネントもサポートしています。ビルドは完了すると、すべてのサイン済みソフトウェアコンポーネントを含むトラデックスイージンストーラーイメージが生成されます。トラデックスイージンストーラーがPC から USB 経由でロードする必要がありますが、新しいモジュールだと、まあ、使用すると、そのままご利用できます。まあ、ご覧の通り、ヨクト設定、みんなただのヨクト使ったことがありますので、local.conf は、まあ、いろいろな設定があったりする必要があるので、ぜひご確認ください。はい。イメージがフラッシュできて、まあ、ビルドできて、フラッシュできて、モジュールに起動したら、デバイスはまだオープン状態で、ご覧の通り HSFS と報告されます。ブットのざまざまな段階でハッシュ、飛脚されてサイン確認されています。HSFS の状態だと、どんなファームウェアでも起動できますが、デバイスをクロスした後に HSSE の状態になってハッシュが公開鍵で検証できない場合、ブットは失敗します。最後のステップ、一番コンプレックスなステップだと思いますが、SOC をフュースしてセキュアブートを有効にすることです。TI はそのためのファームウェア、OTP キーライターと呼ぶファームウェアを提供しています。OTP キーライターのは鍵を書き込み、SOC の他のコアを使用して内部的に SOC をフューシュします。このステップでは TI のセキュアフレームワークから多くのコンポーネントは必要で少しコンプレックスです。この OTP キーライターはユーザーが作成した証明書、鍵とともに作成されたもの
を使って作成する必要があります。鍵をフュースに書き込むために TI の SDK を使用して作成されたセキュアな M4 コアのファームウェアと説明じゃなくて、証明書を解析して、M4 のファームウェアとやり取りを行って、L5、R5 ファームウェアも必要です。基本的には TI の SDK を使用して証明書とファームウェアを作成する必要があります。M4 にファームウェアをフラッシュにして、リカベリーモード DFU と呼ばれるモードの中に SOC をフューズします。SOC の BPP ピンが1.8V に設定されている必要があります。全てが正しく動作すると、 U-BOOT でシステムが HSSE モードでクロスされていることが表示されます。TI はこのファームウェアを作成する方法に関する SDK のトゥートリアルを提供しているので、ぜひご確認してください。すみません。大変恐れ入りますが、全ての説明することができませんが、詳細な、詳細、詳しい内容をご希望の方、お気軽に、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせしてください。また、このステップに関する専用のドキュメントと、やスクリプトやソースコードなど、これから今後、公開提供、する予定です。SOC のフュースのために、SOC の BPP ピンが1.8である必要があり、他のタイミングでフロート状態にしておく必要があります。そのために追加のハードウェアの考慮が必要です。トラデックスのモジュールだと、その点を考慮し、モジュールの専用の回路を準備してました。バーディネームロックについて、これからのリリース予定の新しいバージョン 1.2A にこの改良が追加されます。こちらが現在のトラデックスのセキュアブートのサポートの状況です。ブートローダーレベルのすべてのコンポーネントはトライゾン OS6 ですでに動作しており、残りのソフトやコンポーネントはトライゾン OS7 での完全なサポートが予定されます。なお、特定のコンポーネントがトライゾン OS6 でも一部の CPU で動作してますが、この時点でのお客様にお試ししていただくことをお勧めします。コードはすべてオープンソースですね。お問い合わせが多ければ、優先度を高めることも可能ですので、ぜひ特定のニーズがある場合、ぜひご連絡していただければ、ご要望を教えてください。最後に、セキュアブートとトライゾンは補完的な関係があり、安全なシステムを構築するために必要な要素です。すでにお伝えしたように、セキュアブートはブートイメージを保護するだけなので、システム内で見つかった脆弱性にはパッチを適用する必要があります。そのためには、トライゾンクラウドのような管理が簡単な OT システムをご利用するのは最適です。もちろん、トライゾンクラウドもセキュリティの中心の設計がされており、独自の証明鍵ネットを使用します。これはセキュリアブートでの使用されるものとは異なります。トライゾンはトラデックスのハードウェアで完全にサポートされていますが、TI のビグルボーンやラズベリーパイのようなサポート、サードパーティーサポートも、してます。サードパーティーのハードウェアでもサポートされてます。トライゾンクラウドの、全機能、OTA、デバイス監視、リモートアクセスなどをお試しいただける、30日間、の無料でもご利用してできます。ご利用します。ちょうど5分しかありませんが、Q&A、の行いたいと思います。どの曲とバージョン、ちょっとね、カメラを付きしますね。ありがとうございます。今まで、みんなよく頑張りました。55分、56分だったので、あと4分だけですね。もし他の質問ありましたら、ぜひ教えてください。
どのヨットバージョンをご利用しますか？今はですね、BSP6、Horizon OS6 だと、キックストーンと呼びますね。まあ、これから10月から11月かな、10月からBSP7 もリリースして、それがエスカープガーズだかな、バージョンをリリースします。ですね、トラデックスアームのフレームワークは内部のセキュアシステムをご利用せず、外部のセキュアエレメント TPM モジュールで動作できます。ああ、いいですね。ちょっと確認できますが、私が知ってる限り、やっぱさすがにハードウェアの専門の部分、まあ、TI のとその他の、SOC ベンダーの対応してますので、TPM のサポートあると思いますが、それが多分エンクリプションだけかな。多分セキュアブートでの対応して、現在対応してません。逆にそのニーズがあれば教えてください。鍵の有効期間は設定できますか？それが有効期限かな？有効期限がどうなりますか？鍵は有効期限がありません。鍵は鍵です。なお、証明書はその証明書を作る鍵は、それが、エクスパイア、消費になりますね。だから、まあ、もちろん、その鍵を、フュースされたの鍵が、エクスパイアしません。しません。ですね、ハッカー攻撃者ですね。ハッカー攻撃者が脆弱性を利用して、デバイスのルート使用アクセスを、取得しました。セキュアブートはこの状況に勝利することは立ちますか？そうですね。まあ、少し先に説明したんですけど、もしもうすでにアクセスがあるなら、もう手遅れかな。もちろん、残るため、再起動したら、多分そのマルウェアとか、何か変わったら、ディスク上、何かが変わったら、なくなります。それがなくなり、ならないと起動できない。です。だけど、それで本当にベストの対策は、アップデート、その脆弱性を対策するのアップデートが必要、まあ、ベストですね。セキュアブートは NXP の SOC でも動作してます？はい、動作してます。はい。具体的に、まあ、詳しくは、その同じの、メタトラテックスセキュリティのレポジトリを確認ください。セキュアブートによってブート時間に影響ありますか？どうだろう。どうしても、まあ、先に見ていただいた通り、アウゼンティフィケーションサクシードみたいな、サクセスフルみたいな、メッセージがあるので、どうしても、そのハッシュ規格の動作になると思うので、多分、あんまり変わらないと思います。SOC には、公開鍵と秘密鍵のどちらをプログラミングしますか？SOC の中に必ず公開鍵。だから公開だ。公開パブリック鍵ですね。秘密鍵は本当に開発者、ビルドするときを使った方がいいです。そのパブリック鍵はハッシュを作るのプログラムを作って、なんか比較になるみたいなです。かな？セキュアブートの各ステップで複数の鍵ペアを使用しますか？それとも一つのペアだけですか？これは、ブートロー以外のコンポーネントで同じの鍵ペアを使いますか？の質問だと思いますので、それなら、各のステップは、別々の鍵の、まあ、ペア、鍵を使います。はい。ちょうど、質問が終わりそうだし、まあ、他の質問があるなら、ぜひ、お問い合わせしていただければと思います。皆さん、ありがとうございます。もう、ちょうど、17時2分ですので、どうぞ、石井さん。はい、はい。いいですよ。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。これで終了になります。バイバイ。